皆さんこんにちは、リムのイハです。今回は前回に引き続き美容をシェアしていきます。前回は原油中の不純物についてお伝えしました。皆さん3つの不純物は覚えていますか？多いものから順番に言えますか？正解は硫黄、窒素、重金属の3つです。一般的に不純物では硫黄が一番多く含まれています。実はこれらの不純物がどの程度含まれているかは重さで表します。例えば硫黄はウェイトパーセント、つまり重量パーセントで表されます。以前お伝えした上流曲線ではボリュームパーセント、つまり体積パーセントで含まれている粒分の量を表していました。一方不純物では重さで含まれている量を表します。一番多く含まれている硫黄は少ないもので 0.5 ウェイトパーセント以下、多いものだと 2.5 ウェイトパーセント以上の水準となります。また窒素の場合は数十から数百ウェイト ppm、 重金属はウェイト ppm やウェイト ppb で表します。 ppm や ppb とは何か皆さんご存知でしょうか？パーセントは100分の1です。 ppm はパーツパーミリオンの略で100万分の1を表しています。 ppb はパーツパービリオンの略で10億分の1を表しています。あまり馴染みがない言葉で難しいと思うかもしれませんが、とても小さい単位だということをひとまず押さえておきましょう。重金属とはニッケルやバナジウム、水銀などがあります。ニッケルやバナジウムは数ウェイト ppm から数十ウェイト ppm、 水銀は数ウェイト ppb から数十ウェイト ppb 程度含まれています。ちなみに ppm はガソリンや軽油の規格でもよく出てきます。例えばガソリンや軽油の規格で硫黄は10ウェイト ppm 以下と規定されています。つまり10万分の1以下の重さであり、ガソリンや軽油1トンの中に 10g 以下ということです。この10ウェイト ppm 以下の量ではごくわずかにしか含まれていないことからサルファーフリーと表現します。製油所ではこのレベルになるまで硫黄を取り除く必要があります。それでは硫黄による原油の分類を見ていきましょう。比重の回では API 度で原油を5つに分類することができました。また原油は含まれている硫黄の量でも分類することができます。硫黄分が 0.5 ウェイトパーセント以下の原油はスイート、硫黄分が 2.5 ウェイトパーセント以上はサワーと分けられます。原油の味が甘い、酸っぱいといったことではありませんが、慣習的にこの原油はスイート、この原油はサワーというふうに呼ばれます。なお中東産の原油は比較的硫黄分が多く、東南アジア産の原油は比較的硫黄分が少ない傾向にあります。またアラビアンスイートやイラニアンサワーというように原油の名称についていることもあります。なおこの 0.5 から 2.5 ウェイトパーセントの間は特に呼び方はありませんが、ほとんどの原油はこの 0.5 から 2.5 ウェイトパーセントの間の値を取ると言われています。前回もお伝えしたように不純物が少ない原油は割高になりやすく、不純物が多い原油は割安となりやすくなります。このため一般的に硫黄分の少ないスイートな原油は割高に、硫黄分の多いサワーな原油は割安となります。原油の調達コストと不純物を除去する設備コストのバランスを取りながら石油製品は作られています。ちなみにこのスイートやサワーは原油のみに使われます。石油製品の重油でも硫黄の多い少ないは重要ですが、重油ではスイートやサワーと表現しません。重油では硫黄が多いことをハイサルファ、少ないことをローサルファと高い低いで表現します。これについては石油製品の規格の回でシェアしていきたいと思います。いかがでしょうか？不純物は重さで表すことと、原油は硫黄の量でスイートやサワーと分けられることが今日のポイントです。
次回は固まりやすさを表す流動点をシェアしていきます。それではまた次回お楽しみに。